いやあ、せつのけいすけだよ。今回もやっていきます。フリーゲーム界のスペランカー、生き延びろ、元ベランクの11。よっしゃー、ロード。ここから。前回財布を忘れて、店に来てしまったんで、一旦戻って、財布を取ってきてから、ここに立つ、そういう状態で始めていきたいと思います。いろいろ並んだよな、これ。前回は刀を手に取ったけど、他のもちょっと見とかななって思っとったりする。あとね、この可愛いニポポ人形。ニポポ人形？なんだろう、ちょっと珍しいかも。これはちょっと多分ネタ集でさ、勝ったところで何もならんのかなって思うけど、これどこまで買えるんだろう。全部買ったらさ、ちょっとさすがにお金足らんみたいな感じになるんだろうが。これは何？ハイパーゴング、ゴング。いつでもどこでもファイトができるよみたいな。超大音量で目覚めバッチリだって。ちょっと高級っぽい目覚まし時計みたい。どうしようかな。目覚まし時計なんこれ。あ、これ目覚ましだったの。ガーってすごい音が近所の住民に迷惑かかるよこれ。買おう。でもさ、ランカちゃんもしかしたら、ランカちゃんもしかしたらさ、起きられないからさ、これぐらいのもん買っとかなあかんかもしれんやん。うん、そうかもしれんやん。あとこれは値札が変わってないけど、ゲームボーイやなこれ。すっごいひび入っとるやだが、中古もいいとこなぐらいにひび入っとるやだお前。これってなんだろう、中古のゲーム機なのかな。その時ウィーニー背後から肩を叩かれ、私は反射的に振り返りました。ここにあったわ。どうした。いやー、突然、目の前に大女の子、かっこ、はてなが現れ、彼女の体の大きさにびっくりして、思わず声を上げちゃいました。ショックしませんかったけど。それ、私のものなの。なぜそこに並べてあるんだ、お前。私ったら嫌ね。つい漬物石を運ぶのに夢中になってたら、置き忘れちゃった。お前、漬物の石を運ぶのを筋トレ感覚だと思っとっただろ、お前。彼女は服の袖がビリビリに破れていて、とてもワイルドな風貌です。私はその場で硬直しましたが、そんな私に構うこともなく、彼女は話を続けます。あら、もしかして、あなたも漬物石で筋トレする派かしら。このランカちゃんの体を見て、どうそう判断したの？全く関係ないよ。その人はずいずいと迫ってきます。私は謎の威圧感を感じて、思わず後ずさりをしてしまい、私ほどじゃないけど、あなたもなかなか女子力が高そうね。お前と求めてる力が違うんだよ、力の内容が。これどうぞ。ランカは手にしていたゲーム機を彼女に手渡しました。ありがとう。それじゃ、お買い物を楽しんでね。はあ、ランカは悟った。二度と来たらまずい気がするな。彼女はランカに礼を言うと、その場からのしのしのしりのしりと去っていきました。漬物石って筋トレってなんだろう。なんだったんやこのシーン。いるかなこのシーン。そして漬物石、これか、こう呼び、ラッキー、ラッキー、漬物石、520円。これのことは言ったんかな。幸運を呼ぶパワーストーン、漬物石だって。漬物を作る予定はないけれど。漬物石、520円を買い物カゴに入れますか？かなり重たいです。それさ、買った時のさ、何が起こるかって大体予想できてしまうんやけど、買う。幸運のパワーストーンだし、520円なら買っちゃおうかな。やめろ、その安易な言い方。安易に言う感じ、後が嫌な結果っていうか分かるような感じ。ランカは、漬物石を手に取りました。が、漬物石がすぐにと手が落ちる。とりあえずに小指ぶつけただけでもダメージなのに、これは、当然、ランカが履いているのは作業用の靴ではない。だがテンパーなど履いていないのである。漬物石って何だよお前。何しなんそれは。
軽い気持ちで漬物石に手をしたら誤って足の上に落としてしまった。そんな悲しい事故を乗り越えて我々は前進しなければならないのです。そんな悲しい事故を経験する人はほとんどいないよ。あー、つくづくこのゲームはさ、セーブ必須やなって思わされるような感じですね。じゃあ最低限この目覚ましとこの刀だけ買っていこう。刀買っていく。この刀をさ、腰につけとるときの先輩の反応どんな感じなんだろうな。ランカちゃん、何武士に目覚めたのみたいな感じの反応されるかな。ちょっと楽しみ。行くぜ。目覚ましと刀を持っていく。よっしゃー。いらっしゃいませ。あんた、ここにおったか。レジ係だったや、あんた。高級目覚まし時計、それ前回見たわ。日本刀の置物19,800円。高いな。手早く会計している店員の姿を横目にランカは財布を探し始めました。それじゃあお支払いよ。こうして私は無事にお買い物ができました。時間的にもちょうどいい感じで、もうすぐ光先輩との待ち合わせ時間です。用事も済んだし、お店の入り口で行かなきゃね。買い物は終わった？変わったよ。どう見て見て、刀。私がお店の入り口に行くと、すでに光先輩が待っていてくれました。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ノータッチ。光先輩、刀にノータッチ。その後は先輩と二人でショッピングモールを歩き回って、気がついた時にはもう夕方でした。最後は先輩がバス停まで送ってくれて、知らない街だったけれど先輩のおかげで楽しい時間を過ごすことができました。こうして私は帰りのバスに乗り込んだのです。どうした？ランク C、 これはまさかあれなのか。あの目覚まし時計なのか。気がつけば夕暮れ時、私は一人バス停に降り立ちました。ここが私のお部屋から最寄りのバス停です。刀腰につけてねって、なんかみんなから通報されるのかな。大丈夫なのかなこれ。明るいうちに帰れそうかな。ステージ5、お部屋に帰ろう。部屋に帰るだけでステージ一つ分使うんじゃ。部屋に帰るだけなのに、その帰り道に何か嫌な予感がするパターンのやつよ。まだ土地勘もないし、真っ暗になっちゃうと少し不安かなって、早く帰ろうと。確かに、わー、何か変な人が出てきそうな感じ。わー、露出魔とか出てきそうな感じのストレート道筋。あ、そうだ、夕ご飯どうしようかな。引っ越したばかりだから料理をするにはまだちょっと足りないものもあると思います。うん、今日はコンビニで済ませちゃおう。あ、コンビニ寄るんじゃ。ああ、よかった、帰り道の途中にコンビニがありました。それじゃあここでお夕飯を買って帰ろうと。ちなみに、せつなケースがよく寄るコンビニはセブンイレブンだよ。初めて入るお店だけどコンビニだし、店内は至って普通です。いつも通りの見慣れた店内だよね。何を買おうかな。あ、それも選択制なんじゃ。俺は決めていいんじゃ。いいっすか。思い出のぼったくりのベヤングがあるし。こっちの棚にも向こうの棚にもカップ焼きそばだらけ。カップ焼きそばを買えて。なんだ、ベヤングがスポンサーのゲームなんかこれ。ベヤングが欲しい。あとピザポテト。ピザポテトってなんだろう。体験台が書いてある。これを食べたら左の膝の痛みが少し良くなった。真夜中にポテトを食べながらゲーム開発をはかどってるよ。うん、どういう意味だろう。作者さんの感想か。あ、ピザポテトにさ、膝の痛みを和らげる効果なんかないぞ。ただポテトにチーズ乗っけただけだろう。乗っけただけって言うたら失礼やな。いちごジャム、パンか。はあ、一度ジャムパンね。まあ他のもいろいろあるだろうから、これは
マイカレー、あ、好きなもんか。はあ、完食すると太っちゃうもんね。いいのいいの、その養分がおっぱいにいってるタイプの人間だと思うよ君は。ガムがある。あとこれはスナック菓子。こっちに弁当類がたくさんあって、これはのり弁、おいしそう。もうちょっと考えようかな。これがスパゲッティ。おい、なんこれ。スパゲッティを手に取ろうとしたランカは背後から不意に声をかけられました。なんだこれ。今回やけに背後から声をかけられるんやけど。やめといた方がいい。誰だあんた、めっちゃイケメン。お女の子の3人1人ぐらいは絶対に二度見しそうなぐらいイケメンが出てきた。美形。え、賞味期限切れてるだろう。ここの店長かなりいい加減らしいな。いや、それダメだろお前。店としてダメだろお前。ああ、本当だ、ありがとう。なるほど、スパは全部ダメだ、全滅だな。でも他の食い物は大丈夫、安心していいぜ。本当に？それだけ言うと男の子が去っていきました。それじゃスパは置かない方がいいか。他のものは大丈夫って言ってたよね。あ、でもさ、こう他のキャラクターからアドバイスされた時ってさ、そのアドバイスに乗ったら死ぬっていう過去をさ、あの大学の先輩二人組にの経験でさ、俺は覚えとおけんさ。あれ、でも今の人ってなんで賞味期限とかわかるんだろう。ここで働いているからだろうな。ここで働いているその店長の部下だろうからな。いろいろ他にもあるんやけど、レモンティー、飲み物とかもいろいろ選べる感じになる。なんこれ。ちょっと早くしなさいよ、開店まで時間ないわよ。誰だ。はい、すみません。これおちんぽついてるタイプの人間かなこれ。キミコって名前だけど、おちんぽついてるタイプの人間かな。そんな調子で店に出られるかな。いい、絶対に私の足引っ張らないで。ああ、上下関係しっかりしてる。何の店か知らんけど、なんだか雰囲気の良くない様子の二人、それを少し離れた場所からランクが眺めています。ああ、この右の女性、なんかムカつく感じの喋り方するけん、輪ゴム飛ばしたろうかな。この顔に輪ゴム飛ばしたろうかな。なんだか怖い雰囲気だし、近寄らない方がいいのかな。他には、ああ、まだ変な出てきた。ちょっといろんな出てきすぎなんやけど。おにぎりコーナーに向かおうとしたランクの目の前を大きな女性たち、過去をはてなが通り過ぎました。どうやらおにぎりを選んでいる様子です。なんなんこの街。やからめっちゃな女の人がたくさん出てくるな。お仕事前はやっぱりお米を食べないと。焼きたらこ、買っていきましょう。本当に桃江なのか、名前は。桃王の間違いじゃないのか。どうにか食べられる時間があるかしら。うわ、絶対メロンって名前合わないなこれ。どっちかったらグレープとかそういうタイプの体型だな。センスないわね、エレガントじゃないわ。エレガント、また一人増えた。だったらあなた何を買うの。おにぎりといえば納豆巻きよ、決まってるじゃない。エレガントか、納豆巻きって。そっか、そっかで理解したな。おにぎりなのかしら。おにぎりじゃないな多分。知らねえわ。今のやりとり知らねえわお前ら。ラカちゃんに関係ないぞお前。ラカちゃんに関係ないことで時間を潰させるなお前。動画も20分前後って決めてるんだ俺は。貴重な時間を無駄にするんじゃない。さてどうする。じゃあスパゲッティ買わせてくれんのかい。そうやな、直感で決めよう。特にどれが悪いとかわからんし。好きなもんでいいだろ別に。ダイエットでしょうか、迷ってたところなんだけど、一個だけならいいよね。それがダイエット失敗での近道だよ。フラグだよ。取った。ああ、これいくらでもいい感じなんかな。
じゃあね、いちごジャムを入れちゃおうか。オッケー、今日の晩飯はこの2つでいこう。何この雰囲気、バトルものじゃないよ。元部ランカの11はバトルものじゃないよ。ランカは籠を抱えてレジに向かいました。レジは2つあって両方とも店員さんが待機しています。さてどちらのレジに向かいましょうか。そんなん決めるな。だ明らかに左のやつ見たことある。左のやつ前に見たことある気がする。左のお前がすごい気になる。クワモテおっさん店員のレジに決定しました。クワモテおっさん店員ってランクちゃんにしてはすごい悪口やな。おう、サークルワイサクセスよく来たな。サークルワイサクセス。わあ。緩いゲーム開発部ってサークル的に成功してるかって言われりゃ微妙だけど。突然なぜ見た目がさ子供向けになったお前。え、あ、はい。店員さんの言っていることはよくわからないけど、ちょっと怖そうな人だし、とりあえずは無難な受け答えをしておきました。その通りだよ。店員はランカから無愛想に格好を取り受け取りました。なんともいかつい風貌です。ランカは驚きつつもどうにか冷静を装っています。ですがその時です。どうした？おい、お前どういうつもりだ。やめろお前。そういう詮索やめろお前。何か変なことしたか。突然店員の目がギラリと光りました。ランカーに突き刺すのような視線が向けられ、恐怖で彼女の心拍数が一気に上がります。何か。どうなってやがるんだよ。知らねえよお前。何のことだよお前。ごめんなさい。おい、ひい、心臓が。ベヤング買ってないんか。しょうがねえ、特別におまけしといてやるよ。完全にベヤング推しだね。なんなんこのゲームのスポンサー、本当にベヤングなのか。どうした、なんで倒れてるんだ。お前のせいだよ。あー、死ぬんじゃビビりし、不意に声をかけられると何も悪いことをしてないのにビクってなりますよね。心臓に悪いです。言葉の暴力ダメ、絶対。見た目だけでこういう判断されるっていうのは、いかつい人って本当に不幸。右の人も右の人でさ、仲間とか呼ばないでよ、仲間とか。ランクじゃないことを仲間で囲まないでよ。でもまあイケメンやけんな。どっちかって言ったら爽やかイケメン店員のレジに決定しました。いらっしゃいませ。おー、サークルワイサクセスへようこそ。なぜこの店長の店に働いてるのかっていうぐらい爽やか。もしかして大学の先輩だったりせんだろうね。ランカがカゴを渡すと、無駄に爽やかなイケメン店員は何々しい口調で話しかけてきました。君、見かけない子だね。あ、そういうタイプか。丹下学園の新入生かい。怖くはないけど、なんかちょっとなんかしつこい系の感じかもしれない。で、先輩なんこれ、やっぱ。え、はい、そうです。そっか、それじゃあ僕も二つ下なんだね。おお、僕も丹下学園の先輩。おお、いい出会い、これはいい出会い。店員は無駄におしゃべりをしつつ、ようやく会計が終わりました。ランカは品物を受け取ろうとします。その時、どうした？おいおい、爽やかなまま終われよ、爽やかなまま。同じ学園の子か。こんな形で出会うなんて、これはもう運命だね。変なギャルゲーの主人公やるな、お前。主人公じゃないわ。やめろ、お前。ああ、突然店員さんが私の目を見つめのまま、優しく語りかけてきたんです。これってもしかしてナンパというものなのでしょうか。わお、おっと男慣れしていないランカちゃん、慌てております。私は状況が分からず、行きたいのことで思わず立ちくらみがしてしまいます。少し色気たランカの様子を見た店員は慌てた様子でレジから出てきました。そして彼女の体を支えます。
音やだしい。いやー、どうかしたのか。しかしこれが逆効果、ランカちゃんにとってはもしかしたら逆効果だ。大丈夫です。ときめき。顔が真っ赤じゃない。わ、いきなりなんか横から入ってきた女の人、あー、あなたみたいな人がレジ係してほしかったな俺は。わあ、なんでこの子もおっぱいおっきいんだ。突然のデイ君に混乱していたランカの前に違う店員さんが現れた。あ、すみません、大丈夫なので。よかった。サクヤ君、何か困らせるようなことした？するタイプだと思われとるやないか。え、僕は普段通りに挨拶をしただけなんだけど、なんかまずかったかい？ごめん。アメリカ風だったもんな。どっちかって言ったら結構楽に話しかけるアメリカ風だったもんな。ナンパうまいだろ絶対。こうして買い物を終えたランカは部屋に向かうのでした。コンビニで買い物をするだけでこんなに荒れるか。